こちらは出荷シーズンを迎えた梨の選果場。選別された美味しい梨が次々と出荷されていきます。多種多様な品種が栽培されている新潟は、実は梨の名産地。旬の時期の異なる品種が8月から11月までの長い期間にわたり出荷され、いろいろな味わいが次々に楽しめます。シャリッとした食感にみずみずしくて爽やかな甘さが口の中いっぱいに広がります。新潟の梨産地としての歴史は古く、江戸時代に始まりました。新潟市南区にある樹齢200年を超えるという梨の巨木、今でもたくさんの実をつけます。先人たちの梨作りにかけた思いは時を超えて今でも脈々と受け継がれています。それが高品質の梨作りを支える生産者一人一人のたゆまぬ努力と情熱です。1年間まるまるかかる作業なので、365日梨って言っても過言ではないです。こちらが梨の栽培1年間の主な作業。秋の収穫が終わるとすぐ来年の収穫に向けた準備が始まります。枝を切り整える剪定は梨の出来栄えを左右する重要な作業です。花一つ一つに花粉を丁寧につける受粉作業はとても根気が必要です。余分な実を間引く摘果作業、残された実に養分が行き大きく育ちます。そして風雨や病害虫から実を保護するための袋掛け作業。このように収穫までに多くの作業があり、とても手間がかかりますが、美味しい梨を作るためにはどれも欠かすことができません。また来年に向けてより最高のものを作り出す技術の勉強というものを怠らず、お客様に味わってもらうその瞬間を楽しみに頑張っていきたいと思います。こちらは農業サポーターとして作業をお手伝いしている女性です。1年通して関わってくると、花粉つけして、実がなったら間引きしてとか、ずっと通して関われるんで、収穫時期に迎えるとすごく嬉しいです。手間がかかる梨作りにはボランティアの皆さんの協力が大きな助けとなっています。近年、生産者の高齢化や担い手不足による耕作地放棄などが問題となっている農業の現場ですが、新潟の梨作りには県内外から新しく飛び込んできた担い手の姿も。もう10年です。県外から新潟の梨の生産者に転職。どの作業も初めて経験することばかりでした。でもとても親身になって、一から優しく丁寧に教えてもらいました。新潟でこの仕事につけてとても喜びを感じてます。これからもっとたくさんの人に美味しいものを届けていきたいと思います。若手生産者が中心となった新しいチャレンジもどんどん始まっています。その一つが雪室で熟成させ、甘みと香りを濃厚にした梨。世界に新潟の梨の美味しさを伝えようと現在輸出に取り組んでいます。新潟の四季をたっぷり感じた最高の梨、出来上がりました。その時の食べた美味しさとか幸せ感、そういったものを考えながら一個一個収穫しています。未来を見据えて情熱を持って取り組む生産者と、それを支える人々、名産地としての自信と誇りを持って、新潟の美味しい梨を皆様にお届けしています。